行書はいらない線ですね。本当は実線じゃない線まで、書いて流れを作ります。ですので、だいぶ複雑に見えますね。例えばこの「歳」ですね、2文字目ですが、この上の部分、こうですね。こうきまして、で、筆がくるくる回ります。筆の先をうまく使わないと滑らかな動きが出てくれませんね。だから、無理に、私のお手本はこうつながってますが、無理に、どうしてもつなげなきゃいけないっていうもんではないです。ただいつも次の線に向かって気持ちが動いている。無理につなげる必要はないですが、次の線に気持ちがいつも動いてるということが大事ですね。そこら辺を注意して、書いてみましょう。で、墨は少し多めにつけた方が、線の流れがいいですね。このような感じですね。筆の先を筆を上へ持ち上げたり下ろしたりという動作の繰り返しになりますが、あくまでも直筆ですね。筆を、垂直に立てて力を抜かないように、気をつけてください。はい、草書ですね。草書はさらに、かなり近い状態ですね。簡略化されております。ですので、省略化していますので、流れが相当ないと一つにまとまりません。気持ちの部面でも、文字を理解してないと誤字を書く恐れがありますので、やはりいつも辞書を手元に置いて、疑問が湧いたら辞書で、調べて確認するという作業がの繰り返しによって、字も覚えてきますね。こんな調子ですが、例えばこの「来たる」と「歳」とですね、これが同じような感じになっています。これがうるさいなと思ったら、雰囲気を変えても結構ですね。例えばですね、少し動きを強くして書いていますね。この2文字目「歳」はぐーっと大小をつけて大きく書いています。と縦線を太くして、少し重さをつけてあげてもいいですね。同じような感じになって面白くないかなと思ったら、ちょっと雰囲気を変えてあげるということも一つだと思いますね。こんなのも参考にしてみて作ってみてください。